はいどうもクラゲです。ということで今回なんですけども、2023年最新シリーズの坂本選手を使ってリアタイやっていきたいと思います。まあ、今年の能力で見ていくと、まあ、やっぱりね強かった時代の坂本選手から比べるとステータスっていうところが少しね下がってきつつあるんですけど、まあ、今年とある特殊能力が久しぶりに復活したということで、まあ、そちらの特殊能力っていうのがこちら第3特殊のチャンスなんですけど、こちらの特殊能力が遡ると、まあ、この2019シリーズ1ぶりについた特殊能力になるんですよ。この時はチャンス20丸というような形で、今とねだいぶ特殊能力っていうところに大きな差はあるんですけど、まあ、この年のシリーズ2からねパワーヒッター効果っていうものがついたんですけど、まあ、それ以降チャンスっていうものが外れて、まあ、今回ね久しぶりについたということでステータスが下がってもね、まあ、ミートパワープラス5上がるんで、まあ、下がったステータスの部分を特殊能力で補っていきたいと思います。ちなみに僕は坂本選手2体持ちしてて、まあ、こちらパワー87あるんですよね。まあ、この時から比べるとさすがに勝てないとは思うんですけど、まあ、スピリッツの部分でね、しっかりとご利用していきたいと思います。で本日の打順がこちら、まあ、ジャイアンツ純正もどきということで、まあ、1番から7番までジャイアンツの選手で組んでランク戦の方やっていきたいと思います。まあ、練習も続いてるんでね、マジで打撃集中していきます。それではよろしくお願いします。わーまずい、相手も11連勝してる方お願いします。いやここは連勝対決同士負けれんぞ。ちなみに相手の1番バッターも坂本選手でした。今年何があったのか結構坂本選手ね苦労はしてるんですけど、ただあれやっけ、ホームラン打ってからは結構調子自体は上向きなんですよね。まあ、僕が小学校かなの時から応援してる選手やから、へへ強っ普通に俺は復調してほしい。でここはちょっとランナーもいないんで得能が出ていかないと。まあ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 先頭はね、先頭は一旦アウトになっといて、まあ、得能出なかったらこの多分あと一伸びが僕は持ってたパワー87の坂本選手だったらおそらく入ってるっていうね。まああの坂本選手はねカブレラとほとんどパワーが変わらないんで、レラ元さんって言ってたんですけど、一回動画にもしたことあるけど、マジで飛ぶんよな。まあ、パワーが正義っていうことは間違いないんやけど、丸も調子悪いよな、ジャイアンツ。坂本選手だけじゃなく、そこはちょっと心配やな。よいしょ、オッケー負けんぞ、絶対。うわ、久しぶりの王か。なんか俺、ジャイアンツファンかのような語り口やけど。はい、ナイスバッティン。まあ、ちなみに、カープ戦見てないときは俺、ジャイアンツ戦見てます。うん。それなりには、詳しいかもしれん。カープの次にジャイアンツはやっぱ地方やったからな。ジャイアンツの放送しかやってなかったよね。だからちっちゃい頃はジャイアンツファンだったんですよね僕。よし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 、あ今日バッティングの調子いいかも。まるで空振り三振したけど入る。うわー、いらんか。まあでも飛ぶな、いいぞパワーヒッター。でしょ、こっからはね、うん、ジャイアンツの選手ないから普通にジャイアンツの選手まで飛ばすわ。はい、2打席目マル頼むぞ。マルがさ、え、マジで出塁率も低いのってめちゃくちゃ珍しくない？よしよしよし、頑張れ。こっから復調してくれ。頼むぞ。チャンスが発動と。チャンスね、やっぱパワーが上がるから強いんよな。広角と、あれは出んけど。もう最悪。ちなみに相手の一番バッターは坂本選手と。まあ、どれぐらい打ってくるのかちょっと見ていこうかな。パワーひやないかい。それではお願いします。まあ、先ほどの連勝対決はねしっかり勝ってきました。マジで今シリーズね調子いいぞ。100連勝いけるかもしらん。昨年のね最高連勝は60とかやったから、いやーいい、ナイスバッティン。今年はマジで100連勝したいな。で、いや待って、広角の出が悪い、出が悪すぎる。まあ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 、パワー80あればねパワーヒッターの強化も入ったことやし普通に飛んでくれると思う。でこの打席は2個発動したんですけど、まあ、それでもまだ数値の部分ではレラ元さんには届かないって考えると、レラ元さん強っ。それではお願いします。50連勝とりあえずサクッと決めようか。相手もショート坂本選手を使ってます。さっきの方と一緒。まあやっぱでも能力下がったとはいえ、いやー強っ自分の使ってみたより先に相手の坂本選手が打つっていう。相手の方は昨年のやつか。まあ、昨年のやつと今年のやつはそんな大きな変わりはないんで、まあ、むしろね特能含めたらチャンスついてる今年の方が強いまであるかもしれない。まあ、こんな感じの使用感ですよと相手の坂本選手が教えてくれた。さあ負けれんぞ。とりあえず50連勝決めるからな俺は。2点逆転していきます。まあ、ちなみにここ最近ちょっとね縦っぽい横で動画を出し始めたんですけど、え、うまっ。まさたかさん、え、守備うまっ。でもしっかり手堅くヒットを打っていく。そう、まあ出し始めたんですけど、まあちょっと完全な横にするか、
まあ、こういうね半縦みたいな感じするかはちょっとまだやっていきつつ考えようかな。まあなんで横にしたかっていうとね、まあ、ここ最近ちょっとコメント欄の方で縦動画で上げてくれて嬉しいですみたいなコメントがまあちょくちょく来てて、まあ、そこまではいいんですけど、なんかその後になんか横画面で出してる人たちを批判するかのようなコメントとか結構増えたんですよね。はい、ナイスバッティング、サクッと逆転。なんやろ、なんか横画面にしてから見になったわみたいなコメントが俺の動画のコメント欄に来始めて、そう、なんで縦画面ありがとうございますだけでいいのに他の配信者のまあスタイルを批判するのかなっていう、まあちょっと疑問抱いたんで、まあじゃあ俺も叩かれたいなってなって、まあド M やし横画面にしました。俺ド M やからな、もっと叩いてほしいみんなに、ケツとか特に、うん、頼むわ。まあ横画面でもねできるだけ見やすいように編集はするんで、まあちょっと一時このままのスタイルでいくかもしれないです。はい、まあしっかり喋りながらでもね4点を取っていく。わーで、ビエイラ出てきた、出たよ、今日も出勤お疲れ様です。でも今日は打たせてもらう。いや、ここ最近結構ビエラ慣れてきたよな、やっぱり制球とかもねきつそうっていうのもある。うわー、マジかー、坂本さんまであと1人だったのにコールド決めちゃいました、ありがとうございました。お願いします。いや、ホームランが見たいぞ。このままだとじゃあレラモトさんでえっかってなるから、俺のミスターフルスイングが決まったね。パワー87のレラモトさんでいっかってなるから、ちょっとね打ちたいところではあるけど、これはちょっとパワー負け。あ、今日初めてかな、え、広角打法発動、まあ、83の80になると、まあ、綺麗なヒットではあるけどな、ホームランが見たいな。はい、相手は大型なんで外野前進を全く直さずに普通のレフトフライが頭を越えました。これマジありがたい。はい、これも越えました。外野前進は絶対直した方がいいって。あ、大型出てるわ、一生直さないこの人。定位置やったら取れてるんじゃないかぐらいの程よい外野フライがさっきら襲ってますけど、え、えぐっ、え安倍さんそんなフォロースルーするんや。おい、ちょっと待って、打撃が好調すぎてさ、え、待って、打ってるシーンしか今日映してないじゃん。ちょくちょくカットとかで打者は飛んでるかもしれんけど、はい、また強制して寸止めや。うわー、打ちたかったなー。まあ、全力でチャンス作りに行くためにガチオーダーに変えたわ。で、チャンス作ったタイミングで坂本選手を出す、もうこれで完璧やろ。まあ間違いなく、徳野ちゃんと見れるはず。越えろ越えろ、よーし、やっと作ったぞ。ここで全出しを決めていく、頼むぞ。超広角打法パワーヒッター回、じゃ、パワーヒッターチャンス。いやー、まあ超広角は出ないけど、出なくて、まあ、85、あ、変えてくれる、あ、得の再抽選はありがたい。いや、まあありがたいぞ、これは全出しろ。あー、チャンスが出んか。え、でもさ、もう結構あれやな、得の出ても相手のスピリッツが高かったらきつい、削られる。もう過去シリーズのものをあのスピ解放して使った方が強いかもしらん。ごめん、俺が間違ってた、こっち普通にチャンスもついてて強いかなって思ったけど、やっぱステータスが正義やわ。スピリッツもまあもちろん大事やけどな。っていうのをガン無視して、この人は決めてくれるんですよ。関係なかった。結局はその選手に対する愛です。うわ、もうめっちゃ戦う顔してるわ。そう、ただ超広角打法ではないんですよね、超パワーヒッター。ただこの2つ出るだけでパワー94いく、まあ、それがやっぱ魅力、パワー94やからな。これ全然ちゃうな、これパワー高すぎてボール球でもヒット打ってまうんやが。